はい、ナンバー R さんからいただきました。ありがとうございます。ミオシャミオファンの皆様、おはみおんです。おはみおん、私の最近ハマってる麺類は焼きビーフンです。シンプルめな味付けといい意味でもそもそした細麺の食感が好きで、最近よく作ってます。野菜やお肉など具をたっぷり入れられるのもいいですね。おー、ビーフンか。なんかビーフンって家庭によって多分食べる家と食べない家あるんじゃないかと思ってて、なんか食べない家は本当に食べたことないレベルで出たことないと思うんですけど、なんかうちは実家でミオパパがビーフン大好きで、なんかね、よく子供の頃にねビーフン出てたんだよな。土日の休みの日とかにミオママがよく作ってくれたんよ、ビーフン。お野菜がいっぱい入ってて、いやでも食べたことない人は全然ないと思う。っていうかうちもまあビーフン好きだけど、普通にじゃあ家で買って作るかと言われたら今のところ一回も作ったことない。作ってみようかな、ビーフン。美味しそうだな。これ茹でるとこから始まんのかな。あ、給食でサラダに入ってる。確かに、なんか給食で食べたことある気がするね。え、なんかなんだろう、ビーフンこそそうめんみたいなイメージではあるよね。そうめんに近い、米粉だからそうめんよりちょっとヘルシーなのかもね。え、やっぱ茹でるんだあれって。はいはい、あ、そうだよね、太さはそうめんっぽいよね。やっぱさ、焼きそばみたいな感覚でお母さん作ってくれたよな。作ってくれる家庭もきっとあったよね。うちはそういう感じだった。土曜日のお昼ご飯はビーフンか焼きそばかみたいなイメージあったな。